ゃんちゃん、皆さんこんにちは、シンクと申します。2022年9月13日秋のね、任天堂ダイレクト、秋の任ダイがねやっとやってきましたね。冬のね、新しいタイトルであったり、来年のタイトルであったり、一部ねご紹介があって、今回はね盛りだくさんでございましたね。見ててもねすごく楽しかったでございます。いろんなねものがね発表されてたんですけれども、こちらの動画は私が個人的に遊んでみたいなとか気になったなと思ってるタイトルだけ紹介させていただいておりますので、ご了承のほどお願いいたします。すべてをね紹介しているわけではないので、すべて 見たい方、気になる方はぜひともね任天堂ダイレクトの任天堂さんのね動画をね見ていただくのが一番かなと思うので、よろしくお願いいたします。まずはじめに2023年、来年ですね、来年に発売予定である結合男子、こちらね気になったのでチョイスさせていただきました。50日後に滅びる世界を化学結合によって救う世界、シミュレーションアドベンチャーだそうです。化学物質試験管だったかな、試験管の男の子たちを組み合わせていろんな技を繰り広げていくゲームでございます。はじめはね、4つほど試験管があるらしいんですけれども、他のキャラクターはね追加コンテンツになっているので、個人的には気になってるんですけど、追加コンテンツはね有料コンテンツになっているので、少しそこはね気になるなという点でございました。はい、続いて2022年11月5日に発売されます It Takes Two でございます。とある夫婦がね突然ある日人形になってしまいました。こちらの夫婦が元の姿に戻るために協力してね、協力プレイをして進めていくアクション RPG ゲームでございます。2人同時でね遊ぶことがね推奨となっているので、一人ぼっちの私にとってはねちょっと残念だなと思ってるんですけども、気になる一作でございます。同じところでね2人で遊ぶのも可能ですし、ローカル通信で遊ぶのも可能です。またねオンラインでも協力プレイが可能となっておりますので、もしねお友達が一緒にやっていいよっていうお友達がいましたらね、ぜひともこれやってみたいなと思います。はい、続いて牧場物語ウェルカムワンダフルライフでございます。こちらは来年ですね、2023年1月26日に発売予定となっております。今作のね牧場物語はね今までと変わりはないんですけども、結婚したり子供が生まれたりとかあまり変わりはないんですけれども、今回の一番変わったなと思った点は年を取るそうなんですよ。主人公の男の子かな女の子かな、実は牧場物語は私やったことないんですけれども、映像で見たのは女の子でしたね、は年を取ってねおばあちゃんにどんどんなっていきます。そしてね生まれた子供もねどん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 年を取ってね成長してってね大人になっていくんですよ。それがすごいね面白そうだなと思って、まだまだね遊んだことないんですけども、一度遊んでみたいなと思いました。またね教育によってねひねくれたりするのかなみたいな風景もねあったので、どういう風になるのかすごい楽しみですね。はい、続いてこちらも来年予定でございますね。2023年2月24日発売予定のオクトパストラベラー2です。1もねもともとあったんですけども、私もこれはやったことないんですよ。なんですけれどもね昼と夜とねいろんな性格のいろんな主人公たち8人のストーリーが混じりある、で新しい新章というかね新しい大陸での繰り広げられる冒険物語ということで、本当になんかいろんな話がね、まあ、イフじゃないのか、いろんなところで本当に8人の主人公の8人のストーリーが見れるっていう、まあ、素敵なゲームだなと思って気になったのでチョイスさせていただきました。すごい気になったんでね1の方もねぜひともねいつかやってみたいなと思います。続いてこちらはもうすごいね待ちに待った方たくさんいらっしゃったんじゃないでしょうかね。2022年今年ですね発売予定であります10月28日かな、ベヨネッタ3でございます。一番初めはね自身のために戦ってたらしいんですけれども、今回はね町のために、町にね襲いかかってくるホモンクルスをね倒していくアクションゲームだそうです。ベヨネッタもねタイトルだけは知ってるんですけども、プレイはね見たこともないし触ったこともないんでね、
あと持ってもないんで、いつかね、買ってね、一からね、遊んでみたいなと思います。続いてこちら、ダイエットするならぜひとも北斗の拳でと言わんばかりのね、画像でございます。フィットボクシング北斗の拳、お前はもう痩せているということで、最近ではないかな、数年前に出ましたね、フィットボクシングの北斗の拳バージョンでございます。北斗の拳のキャラクターたちがね、たくさん出てきて、一緒にフィットボクシングをね、遊びながら、リズムゲームをしながら、で敵キャラもね、なんだっけ、ジャギとかかな、あの辺のキャラクターが出てきたりと、いろんなね、出てくる物語に出てくるキャラクターが出てるので、少し気になりました。普通のフィットボクシングをするよりこっちをやる方が楽しいんじゃないかなと思ったんで、私もねこれは買ってみようかなと思いましたね。私もこれやって痩せれるかな、痩せれたらいいな。はい、続いてこちらでございます。こちらは来年ですね、来年初頭発売予定、ゼロ月はみの仮面、人気シリーズゼロのシリーズでございます。幼い頃になくした記憶を探しに廃墟にやってきましたと。そこにいるね霊たちを退治していく、カメラがね、ゼロはカメラを使って戦うんですけれども、そちらで撃退しつつでね、過去をねどんどん取り戻していくストーリーだそうです。ゼロのシリーズはね、Wii からあるんですけれども、私もまだね、プレイしたことがないので、あとね、お高いんですよね、何気にね。なのでね、ずっと気になってはいるんでね、ネタを、動画を見てないんでね、こちらもね、ぜひとも、機会があったら買ってやってみたいなと思います。続いて、来年5月12日発売予定でございます、ゼルダの伝説。ティアーズ・オブ・キングダムでございます。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの2でしたっけって言われてたタイトルですね。やっと発表が来ましたね。とはいえね、内容全く分かんないんですけども、いろんなところをね駆け巡ったりとか空を飛んだりとかっていう描写があったんで気になるなと思っております。ゼルダの伝説シリーズはね、まだまだ私未プレイのものが多いので、ちょっとずつね、いろんなストーリーのものを遊んでって、こちらもねいつかやってみたいなと思います。はい、続いてですね、マリオカート8デラックスの追加コース第3弾でございますね。前回のね、追加コースがすごい遅かったんですけど、今回は情報はめちゃめちゃ早かったですね。はい、今回はね、ベースは多分クリスマス、冬ですね。いろんなね、冬景色、スノーボードクロスであったり、メリーメリーマウンテンであったりとかね、いろんなね、ちょっと冬っぽい景色のものがたくさんあるので、楽しみだなと思っております。今から冬がすごく楽しみですね。続いてこちらでございます。 Nintendo Switch Online の追加パックの方ですね、プラスに入ってる方でございますの新しいゲーム追加タイトル予定ですね。 Nintendo 64の追加タイトル予定でございますね。今回めちゃめちゃたくさん出しましたね。マリオパーティーシリーズ全部とか、あとポケモンスタジアム2金銀であったりとかね、エキサイトバイクの64、あとは、なんだろう、パイロットウィングスの64とかも知ってるかな。で、もう一作品ね、もう一個みたいな感じでね、出てましたね。ってことで、こちらもね、気になるなと思っております。いつかね、私も追加の方に入りたいなと思ってるのでね、遊べる範囲でね、マリオパーティーとかね、あえて64のやつやりたいなと思ってるので、いつか遊びたいなと思ってます。はい、続いてこちら、つい先日発売されたばかり、9月9日に発売されたばかりのスプラトゥーン3の初フェスでございますね。フェスの情報がやってきました。今回はですね、9月24日土曜日の9時から、朝の9時ですね、から9月26日の月曜日朝の9時まで、約2日間にわたってね、フェスが開催される予定でございます。フェスの内容はこちらです。はい、無人島に持っていくならどれということで、道具、食料、暇つぶしということで、よく心理テストとで、心理テストとかでね、よく出てくるパターンのやつですね。道具であるか、食料であるか、暇つぶしであるかということで、皆さんはどれを選びますか？私はね、個人的にも決まってるんですけれども、
一緒にね遊ばせていただいてる皆さんとねフェスのタイミング、フェスがねずれるともしかしたら遊べなくなるので、ちょっと相談しながら遊んでいきたいなと思っております。まあ、個人的には決まってますね。皆さんはねどれですか？よければコメント欄でお待ちしてます。続いてこちら、今年9月27日発売予定でございます、チュニック。小さな小狐のね漂流してしまった時のお話だそうです。漂流してしまった島で何するかわからない状態なんですけれども、まあ一応ね説明書だとかあるんですが、字が読めないという状態になっております。なんですけれども、どんどん日にちとかねいろんなことを挑戦するにつれて、あのわからなかったものが読めたりとか、謎がどんどん解けていくとか、この島は一体どういうところなんだとかね、あの分かっていく謎解きのアクションアドベンチャーなのかなのタイプのゲームでございます。すごくねキャラクターの小狐くんが可愛いのでね、こちらもねぜひ機会があったら遊んでみたいなと思います。はい、続いてねこちらでございます、来年春発売予定でございます、超名探偵事件簿メインコードですね。いやこちらねすごい世界観というか雰囲気がね私大好きな感じのね、雰囲気大好きなゲームですね。雰囲気だけじゃなくて個人的に私好きなタイプのゲームだなと思ったんでチョイスさせていただきました。はい、雨が降り続く奇妙な街、大企業の支配されている街で未解決事件がねたくさんあるそうですね。そこにね超有名な切れ者の探偵たちが集まってるんですけれども、主人公はね男の子もう探偵なんですけれども、なぜかね記憶喪失になってしまってると。そして何らかで契約しているねあの死神ちゃんと一緒にね手がかりを集めて、そしてねギミックなどでね解決をしながら謎を解いていく推理ゲームとなってるみたいです。またねボスとかはねアクションっぽいねコマンド入力みたいなのもあったので、まあいろんなお話をあるなと。コマンド入力っていうかなんかスト、嘘をねぶった切るみたいな感じのこと言ってたかな。なんでねこれはすごいね気になるんですよ。なんかこれはやりたいなと。来年春なんでね、配信とかが OK なんだったら多分買ってやってるかなと思っております。続いてこちらでございます、今年の冬発売予定でございます、イブですね。こちらは私抜けなかったですね。一番初めにねできた時のフリーホラーゲームの時ね、これね遊ばせていただきました。つい先日ねスチーム版もね出まして、まだ私変えてないんですけれども、スイッチ出るんだったらスイッチ版で買おうかなってちょっと思ってますね。できたらパッケージになってほしいなっていうのがすごい欲なんですけども、どうなんでしょうね。パッケージだったら多分パッケージ版普通に買ってますね。飾りたい。もうイブちゃん大好きなんですよ。イブちゃんってこのね真ん中にいる下の女の子なんですね。小学校ぐらいの女の子でしたね。とある美術館にね家族で来たイブちゃんなんですけれども、とあるね一つの美術品をね見てるとね、まさかの周りのお客様たちがねみんな消えてしまうと。美術館のね世界に閉じ込められてしまったイブの運命はということで、本当にこの冬にね出るそうなんで、まだリメイク版私遊んでない、追加分ですねやってないんで、ぜひともね遊びたいなと思っております。謎解きのね脱出ゲームとなっております。はい、最後でございます、ピクミンの4ですね。来年2023年に発売予定と出ております。まだ何も情報出てません実際これしか出なかったんです。なんですけども、ピクミンは私すごい好きで、ゲームキューブをピクミンがやりたいがために、お年玉とかお小遣いとかお駄賃とか全部はたいて買うぐらいピクミンはすごい好きって、もう来年がね楽しみで楽しみでしゃあないですね。もうピクミン4はこれは絶対やろうかなと、で絶対買って絶対やろうと思ってるので、これは楽しみだなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。秋の任天堂ダイレクト2022年9月13日夜11時に放送されてました分の、私個人的にやりたいな気になるなタイトルの、総集編でございました本当にねもっといろいろあったんですよ。実際もっといろいろあったんですよ。カービィ
の Wii のやつだったりとか、ドラゴンクエストであったりとか、ファイアーエムブレムの新しいエンゲージだったっけ、そうとか、あと何スミッコ暮らしのね、みんなでリズムパーティーとかめっちゃ可愛いなとか思ったり、子供たちが好きなのね、釣りスピリッツのね、新しいのが釣って遊べる水族館だったっけなが今度出るんですよ、まあ、そういうのもたくさんたくさんあったんですけれども、個人的に私がやりたいな、買ってみたいな、触ってみたいなと思ったゲームを、まあ、いくつかチョイスさせていただきました。買えるとは、まあ、全部はね多分買えないんですけれども、何個かね買ってね、ゲームプレイとか実況とかねやっていきたいなと思っております。はい、皆さんもねぜひともね、まだ任天堂ダイレクト全部見てないよって方はぜひとも見てみてください。そちらのね URL 概要欄に貼り付けさせていただいております。そしてね、皆様のね気になったタイトルとかもね、よければねコメントしていただけると大変嬉しゅうございますので、ぜひぜひコメント欄もねたくさん書いていってください。よろしくお願いいたします。こちらの動画良かったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもはゲームの実況や生放送メインで遊ばせていただいておりますので、ぜひぜひそちらも見に来ていただければなと思います。ではでは、また次回の動画か生放送でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。